皆さんこんにちは。 USLPGA ティーチング会員の小澤美奈瀬です。今回も、スペシャルゲストをお招きしております。ジョニオさん、テレテレレ深爪だ深爪だということで、スリラーどうもよろしくお願いしますねえ、はい、ちょっと違いましたね。いやもう華やかですね。すごく素敵です。はい、こういう色のやつ着たの初めてなんで、もうすごい恥ずかしい。もうすごいです。黄色に深爪がもうとっても、はい、お似合いですね。黄色に深爪っておかしいでしょ。素敵です。いやなんかね、こういう最近ね、はい、あのおしゃれな人多いから、私だけいつもあの時代錯誤も甚だしいような、はい、昭和レトロでやってるんで、はい、ちょっとねこれ憧れたんですよ。いや素敵です。もうあのレトロ感は私が逆に今回、ね、はい、出してきてますので、ちょっとザギンでシースーでもって感じですよね。行きたいな本当に。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、で今日のテーマなんですけど、はい、なんかロングアイアンがね、うん、あんまり良くないっていう風に聞いたんですけど、アイアン好きなんですけど、はい、まあ、7番まではなんとか打てる、うん、だけどやっぱ6番5番になっちゃうと、はい、やっぱりスライスっていうか振り遅れてるんだろうなって、長い分、はいはいはい、これなんで、林に行ったりとかしての出し、あこうちょっと木があって、はい、枝とかの低いところ狙わなきゃいけないじゃないですか、はいはい、あれで5番やんとか使う。なるほど。それぐらいしか使ってないんですよね。もう曲がるのが気になるという感じですか、それとも距離が出ないとか。あ、だから距離も出ないですし、はい、やっぱその当たってないんじゃないかなっていうのもありますし、あんまりじゃ芯に当たってこないような、はい、なるほど。もう強烈に多分苦手意識があるんで、はい、で今までの人生の中で、うん、5番アイアンは普通の距離を稼いでちゃんと当てたことは、うん、多分一度もないんじゃないですかね。寂しい。はい、泣いてますよ。泣いてるでしょ。円高ドル安。円高ドル安。ね。だからちょっと今日はそこをね、はい、先生なんとか打てるように。そうですね。お願いします。はい、じゃあぜひそこのところを練習させていただきたいと思います。ますよろしくお願いします。いやー本当ね、かわいそうなんですよ。この。うん、いいスイング。ありがとうございます。じゃあ、まっすぐ行ってますね。でもなんか、うん、いい感じ。当たりはどうですか？当たりはなんか。ちょっとトップしたような感じですかね。ちょっと薄かったですかね、はい、もう一回やってみましょう。だからなんかやっぱこのロフトが立ってる分、はい、あんまり高さが出ないなとかいうイメージが、ちょっと球はね低弾道でしたね。そうなんですよ。それがなんかねどうしても、うん、あこれ今良かったですね、うん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 、今のは良かった、うん、でもまあこんなもんですよね。飛ばないっていうか150いかないよなみたいな。そうですね、はい、今の当たり的には悪くはないんですけど、ちょっと手前から入っちゃったかなっていうような、ちょっと、はい、だから多分この7番アイアンと飛距離的にもあんまり変わらないような気がする、はい、ああ飛ばしたいですよね。飛ばしたい、やっぱりね7よりはね。じゃあ7番アイアンでも、はい、見せていただきたいと思います。7番はね私も結構自信持ってるんですよ、うん、お7番好きなんですね、はい、7番好きなんですよ。何かあった時の7番やっぱり狭いコースとか、はい、そういう時は7番を僕は使いますね。じゃあベストスコア出された時も7はもう7番ずっと7番でしたね。お7番一番使ったんじゃないかな、うん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 、うん、高さ十分。ほら、7の方が飛んでる。ね、7の方が飛んでます。おかしくないですか？はい、あの入射角度に関しても7の方が綺麗でした。ね。はい、やっぱ自信があるだけありますね。はい、うん、素晴らしいです。でも本来は5番の方が飛ぶんですもんね。
ナナ喜んでますよ。ナナ今もう喜びやって5番もこんなんですよ。ね、立場ないですよね、5番も。そうですね、ちょっとあの7と5と違ったのがやっぱ入射角度なんですけど、はい、5番アイアン最初は、うん、あのちょっとトップした状態で当たっていて、はい、低かったですよね、はい、次はちょっと手前を噛みながら進んでいったっていう感じだったんですね、はいはい、で7番アイアンの方はこの噛む量っていうのがかなり少なかったので、はい、あの実際にはいいところに当たっていってるんですよね。なのでちょっとこのダウンブローの度合いっていうのをより強めてあげようかなと思うので。ダウンブロー、はい、いや憧れるんですよあれよくね雑誌の見出しにもダウンブローって書いてあるじゃないですか、はい、そうですよ ねあのダウンブローはあのちょっとこの腕の柔らかさとかも必要になってくるんですけど、もう十分柔らかいの で、はい、ちょっとね一つじゃドリルを使ってやっていきたいと思います、はい、お願いします。ミナセタオルを、うん、ミナセタオルっていうんですか。ミナセタオルを使って、はい、これディレクターがすげえ汗拭いて、はい、汗かきディレクターがもうみんな使ってくれて嬉しい。ミナセタオル可愛いですよね、はい、匂いは大丈夫かな。このタオルを使ってちょっとビジュアル的に、はい、あのよりダウンブローに入れれるようなそんなドリルをやっていきたいと思います。タオルで、はい、タオルでやっていきます。ここに置いて、うん、よし、このタオル打たないようにスイングしてください。これ7番ですけど5番5番でやっていきましょう。できるのこれを、はい、打たなかったら OK です。この引くときじゃなくてですよね、はい、下ろすときに、はい、ちょっとどういうこと、打たない、タオルを打たないように、はい、うん、OK、今ちょっと右、いいですよ、右に行きましたけど、ね、うん、大丈夫ですよ。もう一回やっていきましょう。距離が出ないな、やっぱり、うんうんうん、今7とやっと同じ距離になっていきました、うん、はいはい、いい感じ、もう入り方完璧でした。あ、そうですか、はい、うん、あ、右行っちゃった、いいですよ。この中長さ分だけ、はい、なんとなく振り遅れるというか、ね、振り遅れるってどうすればいいんだろうっていうのが、あ、素振りも一回スプリットでやってみるといいかもしれないですね。あ、なるほど、はい、そういうことか、ここの時出るんですね、うんうんうん、スプリットが、そう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 、これも3回ぐらいね素振りをして、これは別にドライバーだけじゃなくて、そうそうそう、こういうアイアンとかでもいいってことなんですね。はい、アイアンでも大丈夫です。そう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 、あ、うん、あ、やっぱ3回ぐらいやるとうまくいくな。おお、スプリット、うんうん、スプリットすごいですね。すごい。うん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 、いい感じ。いい感じ、いい感じ。私もスプリット一本でいけると思います。スプリット一本でね。はい、距離も。距離も150出てます。もうちょっと飛ばしたいですけどね。そうですね。もう一丁いってみましょう。先生これでも、はい、このタオルは。タオルもね、いいですよ、はい、今ちょっとタオルかすめてったんですけど、はい、よりちょっともうちょこっとだけ近くして、じゃあタオルのこの距離にも関係してるんですね。はい、うん、うんうんうん、悪くない、どうですか、悪くない、でもスライスはしてないですよね。おちょっと距離が出てきた、150、夢の160、素晴らしい。5番アイアンってこれぐらいの感じですよね。今5番ちょっとチャットが出ちゃって興奮して、5番アイアンね、そう今喜んでますよ。140でしたもんね、だって、はいはい、もうすごい、打てた、素晴らしいです、おめでとうございます。これここからこう出汁だけに使ってたのね、これもうこれからね表舞台でねしっかりと活躍させてあげてください、ね、先生これでもダウンブローとこのタオルが、そうですね、実は、はい、これに当たったら、はい、どうですか、当たった時はもう
リリースが早く来ている状態なので、はい、ハンドファーストでのインパクトっていうのができなくなっている状態なんですね、うん、でアイアンに関してはハンドファーストでちょこっとハンドファーストで当たっていくっていうのがやっぱり理想的なので、それがやっぱりちょっと最初見ているとボールの手前のところに当たってそこから上がってきて打っているという形だったのでどうしてもねアッパーに入っていくときっていうのはリリースが早くなってくるので、はい、こういう状態だともうすくい打ちになってしまうので、うんうん、ロフトっていうのが5番アイアンのロフトが7番とか8番とかぐらいまで上を向いてしまうんですね、はい、なので長いものを持っているにもかかわらず距離が変わってこないっていうことがあるのでもう5番アイアンだったらインパクトの時は4番ぐらいそれぐらい立てちゃうようなそんなイメージで振ってあげるといいかなと思います。もう今すぐコースに行きたいそしてこの5番アイアンだけ打ちたい5番アイアンだけ打ちたい、はい、きっとうまくいくと思います。ではでは、はい、まだお悩みとかはあるんですか。そうですね、まあ、すっごいうまくいってきたんで、はい、ちょっと欲が出てきたんですけど、はい、何でしょうヘッドスピードを上げて、はい、飛距離を伸ばしたいっていう。パー5になると、はい、ちょっとやっぱなんか叩いちゃうっていうのがあって、あ、なるほど、まあ、2オンとまでは言えないんですけど確実に3オン、そうですね、はい、狙えるような最初のドライバーが大事になってきますもんね、はい、お願いします。ヘッドスピード、はい、上げたいんでお願いします。わかりました。では次回のテーマはヘッドスピード上げるでやっていきます。はい、はい、お願いします。お願いします。